グブー -28 は5000ポンドのレーザー誘導地中貫通爆弾バンカーバスターでディープスロートとあだ名されているテキサスインスツルメンツ社の防衛システム及び電子グループによって開発されたこの爆弾はアメリカ軍が砂漠の嵐作戦でイラクの地下部核に存在するイラク軍司令部を破壊する目的で特別に開発されたものである湾岸戦争開戦後に イラクの地下号には非常に堅牢なものがあり、アメリカ軍の航空攻撃では破壊が困難なものがあることが判明した。そのような地下号を破壊するための急増兵器が求められ、グブー -28 が開発された。開発期間を短縮するために、弾体には8インチ榴弾砲の方針を用い、方針にトリトナール爆薬を流し込み、それに微翼と誘導センサー、 新刊を取り付けることによって迅速に製造された。開発開始から実践使用までは1ヶ月弱程度の時間しか用していない。ただし、砂漠の嵐作戦においては、2発が F-111F によって投下されたのみであった。グブー -28 はその後も製造が続けられ、後のものでは、玉体は申請された。 いずれも630ポンドの高性能策薬を含む4700ポンドの重量を持つ。運用者はレーザーデジグネーターで目標を指示し、その後目標からのレーザー反射スポットに向けて投下される。グブー -28 はトノパティストレンジで評価された。その結果、地表から30メートル、あるいは鉄筋コンクリートを6メートル貫通できることが確認された。 グブーマイナス28の最初のアメリカ国外への販売はイスラエルに対する100発であり2005年4月に認可された2006年7月のイスラエルからの要求により供給は早められたイスラエル軍はイラン及びシリアを仮想敵として配備している模様である2013年には韓国にも販売され北朝鮮の地下核施設やミサイル基地を 破壊できるようにス -15K に搭載されて運用される。ス -111 が退役した現在、この部分 -28、バンカーバスターを搭載できる戦闘爆撃機は、ス -15E シリーズのみである。北朝鮮の地下核施設を破壊する、バンカーバスター5月に導入。 ニュース1コリア、us http コロンスラッシュスラッシュ news1.kr スラッシュ articles スラッシュ1066715 <noise> ありがとうございます。